どうも、アイチです。アーチ的にジェイソンです。今日も暑いっすね。暑いわ。こう生きてますからね。そうですね、よろしくお願いします。今日は何ですか？ということで今日はですね、本編の方ではなくてコーナー企画でございます。コーナーしますコーナーコーナーコーナー、はい、今回はですね、あの日本人がよく使う口癖についてやっていきます。口癖ね、はい、口癖は英語で何というか分かりますかね、はい、口癖、口癖、はい、habit、 habit、 癖は habit なんですよね。あー、癖は habit か、 habit で、口癖もハビットで口癖になる。もう、あの、そのコンテクストがあれば全然大丈夫です。ああ、なるほど、なるほど、はい、まずは、いただきます。はい、これわかりますか？いただきます。はい、いただきますは食べるんで、Let's eat。 お、正解。あ、本当ですか？はい、食べましょうみたいな感じで食べましょう、Let's eat。 Let's eat。 はい、次が、そうなのっていう。そうなの、はい、そうなのは、まず何を伝えたい？言われて、はいはい、そうなのって返しますよね。そう、確認してるんですよね。ああ、なるほど、確認ですよね。確認か、そうなの、はい、という確認、はい、で、本当ですか、はい、みたいなことにも言い換えるんですよね、日本語に。そうなの、本当ですかというのにね。で、本当ですかは英語でなんて言うの？あ、リアリー、 OK。 あー、なるほど、そういう考え方、別の日本語の言い方に変えて、はい、で、その英語がしてるかどうかをチェックして、で、それも大体合ってるんですよね。なるほど、だから Really とかちょうどいい。あ、もう Really で、 Really で大丈夫ですよ。そうなの、 Really。 あー、そうなんですね。じゃあ、2点いきました、はい、でしょ。私合ってるよねって。そう。あ、本当ですか。それを考えたら、じゃあ英語で何か言えることは浮かびません？ Right。 それ Right? 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 それだけでいいですよ。あ、そうなんですね。でしょ？ Right? さあ、そうそう。これは相槌ですよね。そう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 、はい、これで 何でしたっけ？ Right。 Right、はい、これも Right。 正しい、正しい、 Right。 Right、 Right、 これが、はい、Right、これが Right、 Right。 あ、でも伝わるんですか。どっちも正しいでしょ、でしょ、はい、そうそう、でしょ、でしょ、はい、あ、伝わるんですね。そうそうそう、だから結構柔軟なんですよね、言語って。あ、そうなんですね、はい、いやー、なるほど、なるほど、はい、なるほどは納得してるやつなんで、はい、あれですか、はい、I see、 I see、 そうですよね、あ、OK、 OK、 もう違うくらい、 I see、 わかりましたよね、なるんですよね、よくね、はい、なるほど、あ、これからもうこれはあれなんですよね、なんか相づちみたいな、はい、ああ、だから、はい、あの同じような意味でしょ結局は、はい、そうそう、ああ、 right、 right、 でもいけるし、へ、ああ、うんふん、うんふん、あ、でもなんか映画で見たことあるよ、そういう感じ。そう、えっとで、これはどの時使いますか？まあ、考えてる時ですよね。そう、考えてて、はい、でまだ自分が言うのは決めていない時に何か音を出してるんですよね、うん、で同じような意味で英語でとりあえず何か音を出せばいいんですよ。うん、できます。うん、うん、でよくまあ um と言いがちなんですけどね。um、 英語の人 um、 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 あ、um、 um、 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 um とか、はい、というのも、いや、もうこの辺から辛い。というのも、はいはい、というのもっていうのは、はい、まあ言ったことを言い換えてるわけですよね。はいはい、はい、チェンジ、うん、ワード、うん、いや、非常に近いですよ。本当ですか。例えば in other words、 あ、 in other words、 そう、つまりの方が近いかもしれないですけど、うん、in other words というのも、うん、はっきり言って、はっきり言って、はっきり言ってか、直接言いますねみたいなのは、はっきりという言葉じゃないですか。はいはいはい、はい、で直接は英語で言えますか、ね、いやー、わかんない、直接なんだ、直接、直接、ストレート、あ、ストレート、はい、え、 I say straight、 OK、あの微妙に合ってないんですけど、はい、全然意味伝わります、はい、もうちょっと丁寧に言うと、はい、フランクは、あ、あの言葉の使い方のストレート、ストレート to say frankly, to be frank、 to be frank、 to be frank、 あ、フランクリーってはっきりなんですか。そうです。俺フランクの使い方間違ってたんです、ずっと。本当ですか。はい、フランクってなんかこう柔らかくというか、はい、かと思ったんですよ、ちょっと。ああ、違いますね。ああ、やばい、ほぼ逆だね。だから言葉を濁さずにもう伝えますが、そう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 す、はい、to say frankly、はい、ああ、なるほど、 to be frank、 to put it frankly でも大丈夫ですけど、 OK です、 to be frank、 はい、了解です。 OK、 確かに、確かに、イグザクティブが先だったわ、確かに。いやいや、あの、さっきあったわというのは関係ないですよ。また来てもいいんですよ。まあ、right と同じ感じで。そう。これも実は right は大丈夫ですよ。でも伝わるんですか、はい、right でも伝わりますけど。はい。確かに。確かに。確かに。That's right. Exactly. Exactly も、はい、OK ですか。日本語でそれを言うときと同じような言い方を英語で言えば伝わりやすいと思います。ああ、確かにっていう感じで。確かに。Right! みたいな。なるほど。
まあね時によって全然違いますよね。そうですよね、使う場面いろいろ変わってきますけど、はい、結構バラバラですので、じゃあとりあえず一つだけの状況を考えましょう、はい、パーカーを着るんだったら前にポケットがあった方がいいよね。まあね、だから基本相手の言ってることを納得してるんですよね、はい、Could be Could be がいいと思いますね。 Could be Could be もしかしたらそうかもしれない、はい、あなたの言ってることも一つの意見ですね、はい、あーまあねみたいな感じですね。まあね、could be、 could be、 おじさんこれ could be で、could be、 了解です。よし、多分ってその単語と probably、 probably が近いですよね。うーん、 maybe とかになると、はい、まあ半々ぐらいかな。で probably ですと、はい、まあ4分の3ぐらい、 7割8割ぐらいかな。 probably、 maybe、 しまった、あ単純に、はい、ああやっちまったなみたいな感じだったら、はい、Oh no! とかでも、あそっか、 Oh no! そっか、今の状況はあんまり良くないな、 Oh no! なおか、確かに、はい、やばい、やばい使い方多いですよね。やばいは良くないことですよね。そうですね、昔はそうです。同じような昔は悪いことを示してる言葉なんだけど、うん、最近の流行り言葉とかで、はい、逆の意味になってる現象は英語でもあるんですよ。例えば Sick とか Illとか fat とかありますよね、はいはいはい、なんか病気ですみたいな。それを今向こうで言ってもそのいい意味のやばいで伝わるんですか？ちょっと10年前の、はい、僕のスラングかもしれないですけど、はい、そういうような現象もありましたね。へぇ、sick って言って、あやばい、あそうなんですね、まあ、普通だったらあれですね、ネガティブな意味として言う言葉ですもんね、 sick で言っちゃうと、まあ、ただの病気とか、ね、はいはい、風邪ひきましたみたいな。うーん、それを oh, sick って言うと、はい、もう病的にやばいね、すごいねっていうふうにひっくり返るっていう。そうなんです。へー、ちょっと難しく考えてるんですね自分の。そうそうそう、よくあるんですよ、はい、なんか特に学生とかもう教科書通りじゃないと間違ってるのかなと思う傾向があるんですけど、はい、全然そうじゃないですよ。言語はコミュニケーションの道具ですから、その意味が伝わればそれでいいんですよ。あとりあえず楽しく、そんなに固く考えないことが大事なんですけど、はい、似たような言い方で似たような意味で、はい、コミュニケーション取りましょう、はい、ということで以上ありがとうございました直接のチョコはこう書くんですよね、これですよね、はい、で直接まっすぐって意味なんだけど、はい、曲がってるよ。 Why Japanese people! 綺麗に曲がってるじゃん、こうでいいだろう。先生、今素直な感想言っていいですか？はい、まあ、こんな、いや、びっくりもしたんですけど、はい、こんな間近で見れる幸せ。はい